はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もビヨンドやっていきましょう。ブリーフィングということで、前回はノラというね、ジョディの本当の母親の話をしたんですが、なんと今回は珍しく、カジルさんがインフラワールドの存在を嗅ぎつけたその情報が入った。世界線とか、次の事件ですか。赤目を見つけ、ヘルハンちゃんに位置する秘密基地で実験を行っているとのことだ。急にわからないことがいっぱい出てきた。実験がどの段階にあるかは不明だが、我々はインフラワールド内に重大な変動を検知した。つまり彼らも向こう側に接触したということだ。君の任務はコンデンサーの破壊とその他の先端技術の破壊だ。了解。コンデンサーを破壊できたとしても裂け目はそこに残ります。コンデンサーの建設は金がかかるし時間を要する。この任務でインフラワールドを調査する時間を稼ぎ、そして他国が兵器として使用するのを阻止する。当然警備厳重区域ですよね。ああ、相当な武力抵抗が予想されるだろう。君のチームは…チーム？まだ何も話してませんっていう話かな。マーラ、彼らを。誰？まさか戻ってくるんじゃないでしょうね。よう、ジョディ。あ、違う。久しぶり。え？あ、あれだ。二人ボッコボコにされた教官や。ジョディとのチームが一緒だ。小規模の部隊なら敵の目をかいくぐれるだろう。任務の開始は2日後だ。まさかの元彼登場。すげえ複雑な状況にあるね。気をつけろ、ジョディ。向こう側では何が起こるかわからない。いや、そんな心配するんだったらそもそもここに巻き込むなよ。大丈夫。少女だぜ、まだ。まだ向こうの住人になるつもりはないから。あれ？でもちょっと待って。そうか。からプロローグに行くわけでしょ。プロローグって確かさ、あの坊主頭で傷を負って、君を失いたくない、告白、まあ、奥さんと娘を事故で亡くされてるからね。君は娘みたいなもんだ。恋人みたいにされたら困るけど。さーて、ライアン、なんか言うことはないかね。あんたのこともう忘れてるから、冷酷に行こう。任務があるからあんたと一緒。エイデンはあんたを殺さないでいる。本当は首今すぐ殺してでもやっちゃう。でも用心して。え、まいった、幸先いいスタートだ。そりゃそうでしょう。あんた利用されたって思って利用してきたっていうのだと思われてたね。あれ、薬もでももらってた。大丈夫？なんか急にエロいシーンになってくる。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、はい、え、縛られてるこれ。いきなり捕まったところからスタート。もう終わってんじゃん。あれ、いい加減うんざりだ。君ってあれ、協力を拒めば俺はお前を殺すしかない、うん、もちろんどっちにしても殺す。あれ、何してんの。痛みを感じずに死ねる。ライアン、じゃなきゃゆっくりと苦痛を感じて死ななきゃならないぞ。ああ、こいつは本物だな。だいたいエロいことするもんね。最後にもう一度聞く。誰の手先だ。エイデン、どこ。え、これで終わるとかって落ちならない。なぜそうなった。急にビレッジの世界になってるけど。わお、どっちかっていうとあれだね、ホスの惑星やな。人っ子一人いない。惑星ホスに来ちゃったね。本当にここか。ATST が来てさ。座標の真上のはずだぜ。どこ。嵐がひどくなってる。You are my soul。 これからどうする。いつもジョディ、エイデンにシェルターを探すように言ってくれ。聞こえた、エイデン。いや、ライアンの言うことは聞きたくないで拒否します。仕方ねえな、探してやっか。さて、シェルター、シェルターっつってもね、なんかさっきからすごい暗くなるんだけど、あ、なんかいい感じの。あそこに家がある。家めっけ。オッケー、行くぞ。じゃあ行こう。あー、スキーやりたい。もう何年スキーしてないだろう。うん、親父とカンナベにスキーしに行ったのが最後だったから、あれは2010
まだ18年とかか、まだ18年くらいか。そうだね、カンナベのスキー高原に、あのスキーのそのカンナベ高原のスキー場行って、コウノトリマンっていうなんか謎の選手と一緒に、ね、写真撮ったのが覚えてる。くそ、覚えそうだぜ。あー、こんなの意味ねえ。ここはただの漁村じゃねえか。情報屋に騙された、そういうことだろう。投資隊になっちまう前に、こんなとことっとと脱出するぞ。3日間も雪を食いながら氷の上を歩いた。無駄にな。水分補給できてるだけでマシだな。なかなかきつい、ね、ここに送り込んだ奴を見つけ出してやる。おい、お前らの愚痴にはもううんざりだ。こういう時にこそさ、こうチームワークを発揮しなくちゃいけないんだけどさ。ねえ、凍えそうなの。喧嘩するのはいいけど、火を焚いてからにして。もっともだね。うん、火を焚く道具はあれだな。嵐が去るまで高台キャンプをしよう。食料はあるの？ HQ に連絡して指示は。雪を食ってたってことは水分は補給できるけど、そもそもね、タンパク質とかそういうのがないと筋肉がどん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 、まあ、タンパク質だけ取ってもその筋肉に変える栄養素も取らないと意味がないっぽいけどね。もしかしてこんな雪ぐりつから繋がらないとか。濡れてやがる。え、俺がいる。女子だったの。立つならわかるけど濡れる。くそ、全部ずぶ濡れだ。あとこれ代わりのものを見つけなきゃ。全員朝まで戻れちゃう。いやでもこう、まあったかいのないでしょうよ。冷めきってんじゃね。冷たいとかなんじゃないの。大丈夫、これ選択肢で水を飲んだ、水を飲まなかったとか、てめえなんで最後の一滴の水飲みやかったんだっつって、ゴムゴムのダメだとか、ダメだダメだ、ユーパーの水はとか。ようこの時にパソコン外に行ってくる。え、マジで？トイレに行きたくて。繋がったの？いや、この嵐じゃ難しい。そりゃそうだよね。HQ ヘッドコーター。まだ怒ってるんだろ。何を？俺、な、君の気持ちは変わらないだろ。お手洗いに行きたいんだ。話が長いぞ。後悔してるんだ。話の長い音が嫌われるよ。だいたい一人が喋るのに30秒以上時間を使っちゃいけないんだ。私の気持ちは変わらない。だが任務のためだったらあんたと嫌でも協力でもするわよ。ところでこれはどうしたらいい。頑張ってんな。なんか手伝えることない。あ、これで、あ、違う。よし、なんか自分たちの手柄だと思い込んでる、ね、お前天才だな。違うよ、やるじゃねえか。エイデン、あ、まあこれで仲良くなる。うん、二人ともやるじゃない。これはあれだな、ジョディは正体を知ってるけどやな。でもちょっとお手洗い行きたいんだよね。うん、じゃあ行こう。遠くに行くなよ。もちろん。マイナス40度だよ。観光するわけじゃないんだから。マイナス40とかさすがに、うん、遠くに行けないね。北海道に人生で一回だけ行ったことがあって、その時によし、オッケー。てかこんなところで脱ぐの。まあそれはね、男の中でやりたくない気持ちはわかるけど、あ、でこの時にさらわれちゃうとか大丈夫かな。そうそう、マイナス20度コート1枚、まあ中半袖で行って、あの超分厚いコート着て行ったんだけど、あの時で寒かって、マイナス40度はもう5秒として入れなかったマジで、うん、でマイナス15度はその時の季節もあったから、だから真夏に行ったからね。寒すぎ。だから、あ、音聞くみんな。バレない。白いから。でも白と金でバレてるはずなんや。大丈夫これ。すごいいいタイミングであれだね。じゃあ戻ろうか。今車が通ってったっつって。お尻拭かなくていいの。まあこれ以上はちょっとセンチメンタルな話だから。センチメンタルジャーニーやな本当に。まあそれはいいとして、そうそうそう、マイナス15度は半袖半パンでも当時小学校3年生だったけど、ギリギリ汗をマイナス20度は無理だった。走行車のコンボイが真横を通っていた。コンボイつったらなんかトランスフォーマーを思い出す、ね、見られてないはず。行くぞ。あ、すごいね。もうちょっと温まってからにしようぜ。あと、やっぱマジだ、プロだね。
キー消しとかないとここにいたっていう痕跡がバレないとか、そもそもよくスキー板がバレなかったね、誰かいるぞみたいな、そんなことを無視して、それともあれかな、狭いから、狭いっていうかその視界がこの吹雪で悪いからあんまその周りが見えなくてバレなかったとか、そういうオチなのかな、まあ、それだったらいいんだけどさ。さーて、かといってこいつら戻ってきたらやばいんだけど、ね、どっちに行ったらいいんだ、え、なんだ、あ、いつの間に靴見つけた、やっぱ合ってたんじゃん、エリー、中を見てきて、了解しました、ボス。あれ、なんかエイデンも寒い、ちょっといつもよりあの移動速度が遅い気がするけど、おー、潜水艦、なるほどね、 すげえな、怖い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 、カジルスタン、怖い、カジルスタン、何か積み込んでる、潜水艦に、潜水艦、それじゃあ裂け目は海の中、つまり海底基地があって潜水艦で補給品を運んでるってこと、さすがに海の中までは潜れないか、海でも冷たいか、3人見える、エイデンに始末させろ、3、エイデン、やっちゃう、あれ始末して、レア扱いされちゃってるよ、そうだね、で、こいつでまず1人目を銃で、あ、でも銃でバーンってやったら奥のやつにバレるから、よー兄弟、作業進んでるか、俺のところちょっと今火事館で滞っちまってよ、ちょっくら回答を待ってるから、お前のこと手伝わせてくれよ、な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 んだ、何してる、天通、天通、え、どうしたどうしたどうした、お前何してるってなるよな、それはそう、早い、なるほど、あそこに行けばいいのね。だからこの銃声でさ、奥のやつ気づかないの ?3 人見えるって言ったけど、今普通に4人目出てきたけど。まあ、それはここの中を見てなかったからな。本当はあの中も見てたら、あのもう1人いるとか、4人とかちゃんと言えてたのかな。わあ、なんかあの赤いやつなんだろう、気になる。あれでピーって開けるのかな。もう1人始末してないけど大丈夫かな、これ。パッて入っちゃって。これで、開くよね。なんだなんだ開けたみたいな、まだ一人始末してないけど入っちゃって大丈夫だった、おい、かわいそう、ちょっとニック、悪い、警告ぐらいしてよ、あ、なるほど、ライフラインで繋がってるから、今考えてる、待ってくれ、ちょっと待って、あのさ、もう一人兵士いたよね、あいつは大丈夫なの、ここは寒くないのか、ちょっとあったかい、なんかコーヒーかなんか、入れない入れない、なんか見えない壁に阻まれて入れない、あ、入れた入れた、コーヒーかなんかないか、コーヒーかなんかない、いけないね、無理か、おお、なんかすごいとこから出てきた、固まってる、あれちょっと待って、もう一人さ、あ、潜水艦いなくなってる、 What?あ、じゃあ、兵士を全員始末したと、兵士を、ある程度始末し、兵士を始末しなかったとかって、そういうオチになる。何かが足りない。こっちだ。何かが足りない。刺激とスリル?この潜水艦に乗って追っかけていくとか、そういうあれなのかな?うわぁ、なんかめっちゃアンドロイドとかいそう。スピーダーとか走ってないかな?ケーブルで。やっぱ、ボスの惑星って言ったら、ドン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 、潜水艇は CIA のシミュレーターで操縦した。じゃあ、いける。これ使えないかな。ああ、潜水艇じゃ気づかれるわけないしな。ちゃんとしたプランをくれ、自殺行為じゃなくな。なんでそんなライアンが切れてんの?じゃあ、私がやるよ。あんたたちそこで見てな。一体何してるんだ?解決策を考えてるの?こんなところいいアイデアだが、それじゃすぐにバレるぞ。3人の屈強な男だったら、そうかもね、いちいちのことされちゃう。
だけど裂け目が一人でに閉まるわけじゃないでしょ。ああ、兵士のふりするのか、そういうことか。遠くならバレないかもな、それで。潜水艇で基地に向かう。うんうん、まずはそこから。でも捕まってたのライアンとさ、ジョディだったじゃん。おい、二人乗りだ。ここで脱出する道を探せ。戻ってきたら、急いで脱出することになる。おい、今のは命令だ。脱出ルートの確保ってことだね。爆弾をくれ。大丈夫？そのパンツ一丁のとこ、こんなところでパン一にしてさ、てかあれ二人が着てた服どこやったのよって話だよね。まだ好きだからなんだろうな、こうやって未練たらしようね、男はダラ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 。俺たちは生きて戻れないかもしれない。あら、ライアン死ぬパートなのかな、もしかしてな。それは最初から分かってた。あそこに繋がるんだろうな、このチャプターのプロローグに繋がる話。はい、参ります。先行しろ、そう遠くないはずだ。はい、これまさかこれを操作するの。やっぱりだ、操作するんだ。これむずっ、エイデンにはなれない。じゃあレーダーを見ながら行かないと。あれだね、ついに潰れそうだね、これ。なんかめっちゃピカ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 してる。あれか。じゃあこっち行って。視界が悪い。出たらライダーどこにいるかもわからない。そうだよね。でもレーダーをたどって行かなくちゃいけないから。やばいやばい、ぶつかる。あいてガン。これあれかな、もしかしてぶつかりすぎたらなんか割れて爆発しちゃうとか、そういうオチ。これどんどん沈んでってるけど大丈夫？怖い。むずい。上向いて行かないのか。上。あ、ちょっと待って、どんどん沈んでるよ。あ、じゃあ下くぐるのね。高さは自動調整か。なるほど。どっちに向かってったらいいんだ、これ。上行かないのかな。ライアンなんか喋ってくる。このさ、俺、ベラベラ喋ってくるさ、二人の空間なんだからさ、なんかこう、ちょっともっとロマンチックな話しろよ。なんか、見たことない魚がいるよって、そうね、つって。ちょっと待って。なんで二人とも無言なの。あそこだ、明かりが。真面目だな。やばい、これ返せなかったらあれなんじゃない。とりあえずなんとかまあって言って。ああ、質問じゃないよな。これ速攻でバレんじゃねえ。でもあんなさ、雪国からさ、急にあんな砂漠でカラッカラな世界に行く。そんななんかトンネルをくぐればそこは雪国だったから、トンネルをくぐればそこは砂漠の世界だったみたいな、急にアラバスタみたいなこと起こるかな。おお。到着しました。なんか通称レッドドラゴンとか超ダセえ名前つけてそう。ただいま戻りました。驚いたよ。あれ、こんなに忍耐強いとはな。急に中戻っちゃった。一方その頃現在は。あ、だからあのズボン入ったの、ね、それとも仲間を痛めつける方が効き目があるか。はい、よっちゃって。こいつは私の心をもてあそんだ男だからね。ごく簡単な質問だ。お前の名前と所属先とどうやって基地の存在を知ったか答えろ。サブナイト。もちろん、あの抑制フィールドを超えると何が起こるのかもね。今すぐ答えないと。何も言うな、いいな。何度でも同じことを質問する。お前が答えるまでな。名前を言え。優しい。いきなり刺したりしないんだね。ちょっとここは耐えてみよう。さあどうする。ほら、
痛そうで。いや、わかるけど、エイデンなんとかならねえと。質問に答えさえすれば。縛られてたらエイデンも縛られる。お前の仲間は苦しまなくて済む。とりあえず脇毛一歩一歩ちぎる方が効果的かもしれない。じゃあどうする。あ、顔色悪くなってきたね。どうすれば口を割るんだ。とりあえずウイスキーを一杯。それじゃあこれでもお前は黙ってられるかな。いや、どうなるかな。ライアンついに終わるか。うわあ、ほっぺた裂かれたか、これついに。あ、違う。違うわ。シャリンガンカカシの出来上がりか。無駄なことだ。答えさえすればこの悪夢も終わる。すごいなあ、ここまでやられたのに。答えろ、頼む。一回叫ぶだけで。意味もなく苦しむのは見たくない。喋れないんじゃない、状況的に。長官、和通讯部的通讯已经联络好了。英語が喋れる、なんとかなんとか。我马上过来。中東系なんだろうな。失礼する。緊急要請だ。あ、運が良かった。まあこのままじゃ何にもできないもんね。この続きは戻ってきてからだ。待ってろよ。こいつも英語が喋れるってこと扱いなのかな。何もやってないってこと。